ギターかなんかであるよ。楽器の有名なメーカーで、マーチンって。マーチンって。うん。ギブソンなんとか、もう一つマーチンってね。なんか、ああ、と思う。だけん、マーチン。この綴りやもん。マーチンって。で、Nice to meet you, Isabella. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Martin. It's Martin. At the switch. Hello, my name is Joshua Brown. なんかさ、一番最初に習った英語もさ、なんか、なんとかブラウンさんじゃなかった？確か。なんか一番最初、中学習った時も。そうね。ね。Hi, my name is Isabella Martins. It's nice to meet you, Isabella. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Martins.ラストネームは、言い換えたら何ネームがある？ラストネームを言い換えたら。ラストネームと同じ意味。言い換えたら？うん。これも同じ意味っていうこと。名字っていう意味で。上の名前、例えば、英語でも、日本語でも、名字って言い方と、上の名前って言い方があるやない。うん。だけん、要は、その、ラストネームっていうのは、その、名字っていうか読むんやない。でも、上の名前とかいう意味も、言い方もいろいろあるやない。たら、ラストネームと、ネームスと同じ、ラストネームと同じような言い方は何ネームがある。ラストネームって言われるとは限らんやない。何々ネームって言われた時に、ふってなるけんさ。これ、この間出てきたよ。先生と話しようとき。忘れた。ファミリーネーム、ファミリー。ファミリー。家族なの名前、家族の名前。名字やけん。うじ、生命って言うやん。うじってこと。うんうんうん。だからファミリーネーム。うん。ほら、だってここにちゃんと書いとよ。ほら、私。ラストネームイコールファミリーネームって。言いよんしちゃったよ。うん。じゃあ、こっちが、